言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランバンパースです。トベ版のシャープ3見させてもらいました。2月14日バレンタイン配信ということでございましてね、まあ 2B に関しても結構追わせていただいておりまして、すごくねいろいろなことが分かって私としても勉強になっております。で勢いがあって非常にフレッシュでね良い企業だと思っております。彼らの関係性というか人間性というか諸々も随分分かってきましたが、例えば三宅くんがねずっとお兄ちゃんとしてどっしりとねやってくれておりまして、北山くんが MC としてしっかりとねまとめてくれてますしね、その北山くんと三宅くんの関係性もなんかいい感じにさらになってきたような感じがいたします。こう肩組んだりなんかしてたのも見えましたし、なんかいい感じでございますね。でナンバーアイはね本当に皆さんの以前からいただくコメントとか見させてもらうと本当に自然な笑顔で3人ともやっていて本当に楽しそうだなっていうところの部分があって、彼ら3人のファンの方が安心しているのをすごく感じます。それから IMP に関して本当にこれからねスターになっていくぜっていうところでこうやる人活力に満ち溢れているなっていうところでね、すごく頼りになるグループだなと思いますし、実質ね本当にフットワーク軽くガンガンいけるっていう部分では IMP が一番いけると思ってますんでね、そこの部分も期待値が高まりますね。大東くんは末っ子として可愛がられておりまして、しかもやはりもうすでになんかスター性みたいなところもだいぶ見え隠れしているといいますかね、そういうところもあるのでね、いやーいいですね。ライオンキングのシンバ役をやってたって話はねもちろん知っておりますのでね、以前にまあジュニアとしてもね注目株だった彼が実質今後 2B で光っていくのかなって思うとそれも楽しみでございます。はい。で当然ですけど竹澤社長を含めてスタッフさんとの関係性も良くてね、それこそ本当にベンチャー企業として、まあ、有名人社長を含めた有名人が多いベンチャー企業ではあるけれども、すごくねこうそういう部分で成長が楽しみな企業だというふうに思いますし、まあそれはあまりオタクの私が言ってもあれだけども、世間的にもおそらくは注目株の新興企業っていう感じで捉えられているんじゃないかなって思いますよ。だから今回ねやはり大企業とのコラボっていう部分でもサムネイルにしたかと思いますが、そこの部分もさらにありますし、今後もまたそういうのが出てくるんだと思われます。であれですね、2月14日っていうところだったのか、それがあったからなのか、チョコレートフォンデュとストロベリーフォンデュがありまして、最初にこの食べていたところありましたね。岸くんがイチゴをたくさん食べてるシーンとかも含めて、もともとそのナンバーアイの3人が以前いろいろとあったっていうか、そういうのは皆さんのコメントでいただいてはいますので、まあ、今回ちょっとその話はしませんけど、うん、まあいろいろとあったっていうことも伺ってますんで、だから岸くんがイチゴ美味しそうにたくさん食べるところとかね、あれとかも本当に良かったなって思ったりしますね。でもあれでしたね、まあバレンタインデーっていうところでチョコレートフォンデュがあったんだと思いますが、一番映っていたのは岸くんのイチゴでしたね。はい、まあそういうこともありました。でまあ番組の方に始まっていて、まあ、やっぱりいろいろとねこう今まで見てきた中でもすごくみんなリラックスしてやっているなっていうところもありつつだったし、すごく良かったなって思うんですけど、大企業とのコラボっていうかその形でまたね出てまいりましたね。楽天トラベルさんに関しては前回のトベ版の時からの継続でさらに新しくなってる部分もあるのかなって気がしますが、トベ版コラボ企画開催中っていう感じ、楽天トラベルさん今回ゲームコーナーとかでその流れがありまして、これもでもコラボ企画がいろいろとありますが、 2B サンタからのクリスマスプレゼントが当たるみたいな感じなんで、年末からやっているところで、で実質キャンペーン応募期間というのがまあ過ぎているものもあるけど、まあまだ間に合うやつとかもあったりするので、こちらの方もしよかったら行ってみていただければと思いますね。はい、という感じでございます。はい。そしてその大企業関連で言うと、ラインモさんですね。ラインモさんはなんか名前がライン入ってるけどラインと関係あるのかどうかっていう部分で思っていたんですけど、こちらはソフトバンクね、携帯とかのねソフトバンクのオンライン専用ブランドの名前なんですね。はい。まあアハモっていうのがドコモのブランドでありますけどもね、それと同じ感じということのようです。でこちらがトベ版コラボキャンペーンっていうことでソフトバンクさんとのコラボですよ。もうね
ソフトバンクはね、もう誰も文句を言わない大企業ですから、平野翔君のね、あのサントリーなんかもねありましたけれども、まあ本当に良いんじゃないでしょうかね。あの皆さんにとってもすごく朗報だと思います。大企業様がそんな感じでやってくれているんで、前の渡米版の時とかでスシローさんとかね、メゾン構成さんとかもね、もろもろやってくれていた部分もあって、で今回やはりこの伊勢丹の化粧品のところで、あの三宅くんとそれから MP のお二人で言ってた部分がありましたけど、そこであのやっぱりチャット欄で、まあ毎回あるかもしれないけど、平野くん映らないって話があったんですけど、まあ現状やはりね、あのイヴ・サンローランボーテの方がありますんで、あのこれはその広告代理店とかもろもろ務めてる自分の友人なんで、直接の友人じゃないんですけど、まあ、そこから聞いた話などもあって、あの企業同士でタレントを起用するときに、その競合排除みたいな考え方があって、まあ、当然ですけど、あの別で、あの、まあ、ビールとかでもそうですね、結局じゃあ、 あのアサヒビール の、 あの CM やってる人がキリンビールをテレビで飲んでたらまずいわけですよね。で、まあ、それと同じようにやっぱり化粧品関連でやはりあるからね、だからイヴ・サンローランボーテで仕事をしているというか、アンバサダー、アジアアンバサダーである平野くんが、それこそ前回のメゾン構成さんや今回の伊勢丹さんのやつに移るわけにはいかないので、まあ、そこはね、あのなかなか難しいところなんですけれども、まあ、あのそういうことがあるのでね、あのまあまあそこはご勘弁いただければと思いますね、っていう形でした。前回、そのメゾン構成さんのところで、あの、神宮寺くんがそこ参加して、平野くん、岸くんが映らなかったんで、岸くんも何かあるのかなって思ったんですが、契約上で何か残っていた的な話なんですかね。岸くんに関しては伊勢丹さんのところのやつで映っていたので、ワイプでね。だからまあ、その辺はクリアされたのかなってところはありますけど。今後でも、その、だから一つヒントとして、神宮寺くん、岸くん、まあもちろんその二人だけじゃなくて、あの北山くん、三宅くん、IMP のみんな、大東くん含めて、何かしらのところで、なぜかワイプで映らないっていうことになったら、なんで映らないのではなく、あ、これは仕事何かあるぞと思って逆にワクワクした方がいいですね。はい。そんなことを思いました。っていうことです。うん。まあそれはあるんですけど、まあ伊勢丹さんもよく考えたらすごいですね。大企業っていうか、もうね、みんなが知っているデパートですからね。大デパートってなんだろう。デパート。ね。で、まあその流れですけど、で、ラインモさんの話の途中でしたね。ちょうど今ラインモさんのあのポストがあるんで、そちら、あの、まあリンクにも貼っておきますんで、楽天トラベルさんも貼っておきますし、ラインモさんも貼っておきます。ソフトバンクのところなんでね。はい。渡米版コラボキャンペーン。500名様に1000円相当のペイペイポイントがその場でっていうね、2月18日まで毎日応募、毎日応募か。で、応募方法が、ライモさんのアカウントをフォロー。じゃあ私もフォローしとくか。で、本投稿を2月15日11時59分までに、あのハッシュタグ 2B 渡米版、ハッシュタグ LINE も渡米版と一緒に番組の回想を書いて引用ポスト。引用ポストですね。うん。2月15日11時59分なんで、今ね、15日の7時40分に動画撮ってて、意外と時間ないっすね。あの、もしだから、この動画見てくださる時間によっては間に合わない可能性もあるけど、まあ、とにかくちょっと、あの、間に合う方はやってみてください。間に合わない方も、ソフトバンクさんと、あの、コラボしてますよっていう事実はすごく嬉しいことですもんね。ね。っていうことです。はい。で、やっぱりこういう時にね、あの、企業とコラボした時に、やはりこう、あの、まあ、皆さんの中でもいろんな考え方あると思いますけど、自分の推しについても書いた上で番組の感想を書くっていう部分とかね、それが大事だと思います。で、あの、反響がたくさんあれば、やはり再びね、あの、一緒にあの、企業と、あの、事務所と、あの、タレントとお仕事したいって思うから、皆さんもね、これはあの、本当にたくさんそういう反応するといいと思います。まあ、これに関してはね、あの、BE:FIRST を含めて、あの、全部の、皆さんの推しグルのため、推しアーティストのため、推しアイドルのためっていう部分がございますね。はい、ということなんですけど、いやで、あの、もろもろ番組に関しては皆さん見てくださったと思うのであれですけど、結構ネットで話題になっているものとかがいくつかあって、で、まあその中で今回平野くんと岸くんと神宮寺くんの話になりますけど、そうですね、あの、神宮寺くんの言葉と言いますか、そこから話しましょうか、新事実みたいな感じで、あのゴートのヘリコプターについて北山くんがあのそれであの言ってましたけれども、あの予算のかけ方全然違うじゃんみたいな感じで、で、
神宮寺くんがそれでね、ヘリに関して安心してくださいっていうね、その後履いてますよ来るかと思ったら、まあ来るわけないだろうっつって安心してくださいって言って、CG ですって言ったんですよね。あ、CG なんだっていう話で、そう、なんかそのナンバーアイのロゴも入っているヘリコプターだから、なんかすごいそういうのチャーターしたのかなみたいな感じだったけど、まあ CG らしいですね。そう思うと最近の CG 技術ってすごいですね。ね、てか CG であれできるんです、あそこまでやれるんだなっていうのが驚きでございましたね。もちろんロケにも行ったみたいな話で、岸くんと平野くんも話してて、だいたい4日、丸4日ぐらいかかったみたいな感じの話もしてましたね。ヘリに関してもなんか知らなかったみたいな話だし、要するに結構そこもね、後で見た時にって話だった。あとゴートのトラック音に関しては岸くんが合流する前に受け取っていて、それで岸くんが合流してからもろもろまたいろいろ調整したみたいなところで、で岸くん本人もちょっとクレイジーな感じのキャラクターを演じたっていう部分で、なんかギャップがあってよかったみたいな感じで三宅くん北山くんあたりから言ってましたけれども、その感じでしたね。はい、ではなんか新事実としてヘリコプターがね、CG っていうところはビビりましたね。なんかだから、まあ、すごくその辺も含めてなんていうのかな、CG 技術の発展にすごく私はびっくりしたというか、そんな感じでした。でもあれだけの CG をやるとしたら、いくら CG とは言ったものの当然結構大変なお金はかかりますよ、当然だけど。だからゴートをやっぱり皆さんたくさん見てもらって、で MV もね、で CD とかもね、買える方は買ってもらって、で当然ドーム公演当たった方当たらない方いらっしゃると思うけど、私も配信で見る予定ですから、配信もすごく大事ですから、だからそういう感じでぜひぜひ、おそらく今後の 2B のこの会社の運営という部分でドーム公演4日間成功っていうのは絶対に必要だと思いますので、そのためには行ける方はぜひ行くっていう部分で、グッズ買う方はグッズを買う、あ、もうでも間に合わないかもしれないのかな。私もね、皆さんのコメントも前いただいたんでね、グッズ買いました。 T シャツ買いましたよ、トゥーヒーローズね。ただサイズがあるんで、私結構太いので入るかどうかちょっとわかんないですけどね。まあちょっとそれ入らなかったら友人にあげることにする。あ、まあ肌といてもいいか、うん、っていう感じにしますけどね。っていうことでぜひぜひそういう感じでね、行きましょう。それからまあ神宮寺くんの話をしたんで、岸くんがトレンド入りしてまして、チョコレートの話とかで結構ねトレンド入りしてましたね。本命からもらったチョコしか、もらったチョコレートに換算してないというバレンタインデー的な話をしていた部分と、あとあれですね、ラインモさんの企画の5秒メッセージのところで、岸くんがすごく面白かったので、あそこで爆笑したところもありましたけど、その中で、岸くんが、ギリチョコとかはもらったりはしましたよ、みたいな感じで、でも本命は僕は一人からしか生涯もらってないっていうね。でなんかそのギリチョコっていうのはおそらくね、相手方からとしたらきっと本命、大本命だったんだろうなっていうところの話もそうだし、それからやはり岸くん担の方で、その本命の一人の人羨ましすぎるみたいな感じのね話もしておりましたね。うん、そう、なんか岸くんがトレンド入りしているんですよ。まあとにかく、まあ、今回ねジェスチャーゲームなんかもそうだけど、そう、ジェスチャーゲームは岸くんの、まあ、平野くんがいて、で岸くんがいて、結構そこでジェスチャーがわちゃわちゃになった部分がありまして、面白かったですね。はい、まあいろいろとありますけど、そう、岸くん見てると嫌なこととか忘れられるみたいなところとか、そう、なんかね、やっぱり彼が幸せオーラを出していると言いますか、なんか本当にそうですね、彼自身の魅力っていう部分というかね、彼にしか出せない色って絶対にあるなって思ったり最近は本当にしますね。もちろん全員が全員そうなんだけど、特に岸くんはなんか私含めてと言いましたが、私は男性グループも追っている方の人間で、ちょっと特殊例には近いので、多分本当にあれですよね、男性でも岸くんのファン多いだろうなっていうのをちょっと思ったりしますね。男が男のタレントに、まあ、惚れるっていう部分のところでいろいろ条件あるけど、どっちかというとビジュアル、まあ、ビジュアルも大事だし、ビジュアルで惚れるってパターンの男性も当然いるんだけど、
面白い男かどうかっていう部分ってすごく大事だなってとこはあって、そこで言うと岸君は間違いなく面白い男ですからね。はい、ということでございまして、まあ、 岸優太ハッシュタグでやると皆さんがね、いろいろとこうね、動画切り抜いてあげてくれてるんで、そう、2B は切り抜きが OK と滝沢社長からお達しが来ておりますので、そういうことなんですよね。はい、っていうことで、あ、いちご食べてる岸くん乗ってて、次は岸くん祭りっすね。あ、で、神宮寺くんが岸くん見つめてるやつもあって、これもね、面白いんですけどね。うん、っていうことでございまして、はい、で、あと平野くんが北山くんのあれですね、LINEモさんの5秒メッセージで北山くんがやったことに大爆笑をして、平野くんの高笑いを聞いたのが平野くん担の人からの話で、だいぶ久々だったって話で、そう、しかもなんか先輩だったりも本当はするし、でもなんかこの部分も切手にしちゃってくださいみたいなのを平野くんが言ったりとか、そう、北山くんが切手になったりとかした部分があって、ね、2B メンバーがみんな驚いてましたね。なんか切手になるってすごいなって思いますよね。切手ですからね。なんか郵便局に、東京郵便局に実際にいた方が X 上げてて、本当に北山くんの切手がずらーっと並んでたらしいですよ。ね。っていう感じで。まあ、手紙もあんまり出さないけど、これきっかけに例えばね、ちょっと手紙出すといいかもしれませんね。っていう感じです。まあ、寒中見舞いとか、暑中見舞いとか、寒中見舞い、暑中見舞いって何月なんだろう。暑中見舞いが今じゃないことはさすがにわかります。まあ、季節柄のご挨拶で手紙を書いて、北山くん切手を使うといいんじゃないでしょうか、なんて思ったりします。はい、っていうのと、それで平野くんのその高笑いっていうのを聞けたのが久々っていう話で、北山くんのきっかけでそこになったから、北山くんありがとうみたいな感じの、そういうのがいっぱいありました。うん、まあ、いずれにしても分かるのは、3人がもう3ナンバーワンの3人だけじゃなくて、三宅君、北山君、 IOP の7人、大東君、みんな含めて本当に楽しそうにしているなっていうところでもあって、ね、大東君はやっぱ末っ子でもあって、なかなかこうね、先輩たちが喋っているから、そこにこうガンガン行くっていう感じにはなりづらいかもしれないけど、まあやっぱり大東君、なんか大東君やっぱりなんだろうな、結構本当に今後何5年後とかにすごいことになってる気がするな。ね、うん、2B の中核になってる可能性すらあるとすら思ってる。ね、ってのも思います。ということで、まあ、もろもろ語ってまいりましたけれども、まあ、そうね、楽天トラベルさんもそうだけど、まあ、特筆すべきは、LINEモさんですね、ソフトバンク系列ですからね、系列、ソフトバンクそのものですね、それのオンラインの方のやつだから。うん。っていう形と、それからね、ナンバーアイの3人含めて、スタッフさんも含めて、2B 全体の関係性が本当に良くなってきてるなっていうところで、伊勢丹のところで、スタッフさんがこう、なんか手にこう、ね、塗って、それでなんかすべすべになったりなんかして、ね、粉木じじいみたいだった、このスタッフさんのあれがこんなにみたいになって、みたいな感じで三宅くんたちが言ってましたけどね。まあ、そんな感じで、いい関係性だなって思いましたよ。北山くんの YouTube も見てますけど、スタッフさん、ヒゲのスタッフさんともなんかすごく関係性がいいし、なんか 2B はなんかスタッフさんも面白い人多そうだなって感じがするけど、まあ、当然滝沢社長がね、この人たちならいけると思って集めた人たちだと思うので、そこに関してはね、あれなんですよ、BMSG の方のね、スタッフも面白い人多いんですよね。BE:FIRSTも結構わちゃわちゃしてたりするので、そこでマナトってメンバーが壁にこう、くっついて歩いてたら、そこ RPG しないみたいな感じで行って、連れていたりとか、そういうスタッフさん多いので、やっぱりこう、企業の風通しが良いので、スタッフさんも伸び伸びとやっているというところもあるんだと思います。はい。それはなんか BMSG もそうだし、2B もそうなんだろうなって思いました。はい。ということでね、まあ、今後もいろんな、やつがあると思いますし、まあ、ドーム公演、まず大成功が、やはり、それが大事ですね。っていうふうに思いますんで、まあ、私もできる限りね、グッズも買いましたし、配信も見ますので、で、他の、ファンの人たちとかにも、2B 進めたりはしてますから、そんな感じで、まあ、私のお仕事の BE:FIRSTも機会がありましたらよろしくお願いしますという形も含め、今後とも語らせていただこうと思っております。はい。では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。